どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、JAL がね、タイムセール発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今回ね、JAL タイムセールね、来ましたね。ちょっと前にですね、1月にね、こちら、お年玉セールだったかな。はい、予定されてたわけなんですけども、先日ね、羽田空港の事故の件で、まあ、こちらね、中止になってしまったんですよね。ですので、ちょっとね、今回時期ね、ずれましたけども、JAL ね、タイムセール、今回は、3月のね、搭乗分のタイムセール来ているっていう風になりますんで、まあ、今までのね、セールとの比較とかもね、やっていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、こちらがね、公式サイトになりまして、国内線タイムセール、ウェブ限定の人気の便はお早めにということで、今回ね、期間限定特別運賃ということで、8800円から、利用することができるっていう風になります。で、期間がですね、2024年2月の6日から0時ですね、7日の23時59分までということで、この動画が出ているのはですね、2月の4日になると思いますので、火曜日のね、0時きっかりからね、始まるっていう風になりますんで、月曜の夜からですね、待機して、まあ、利用される方はですね、ぜひね、予約してください。で、対象、搭乗期間が3月1日から3月30日までということで、3月31日はね、今回のキャンペーン対象外になりますんで、この点はね、覚えておいていただければなと思います。で、今回ね、対象運賃はプロモーションっていう風になりますんで、予約する際、ちょっと後でね、画面見ますけども、プロモーションをね、表示が出ているものを選んでね、予約していただくっていう風になります。で、運賃のね、一例がね、出ているわけなんですけども、今回ね、羽田新千歳より羽田伊丹の方がね、値段高く設定されてるんですよね。まあこれは時期的なもんなのか何なのかあるのかもしれないですけども、これちょっとびっくりですよね。で、利用方法なんですけども、スマートフォンとね、PC 画面ございますけども、PC であればこのプロモーションですね。で、スマホであればこのプロモーション。こちらを選択していただくと、今回のね、キャンペーンの、お安い運賃のね、利用することができるっていう風になります。こちらにも書いてある通りですね、人気の便はお早めにということで、まあ、全部が全部がね、この8800円、まあ、最低運賃でね、利用することができるわけではなくて、座席がね、減っていったら、こちらね、利用することできなくなっていったり、値段上がったりいたしますので、この点は注意してください。で、JAL のね、タイムセールに関しては、こちらね、アクセスが集中されるということで、セール30分前からですね、この仮想待機室っていうのに、皆さんね、入っていっていただいて、開始になったら、こちらから、この JAL サイトにね、アクセスしていただくっていう風になります。こちらね、抽選っていう風になりますんで、特にね、早く入ったから、早くね、このサイトにね、アクセスするっていうね、風になるわけではございませんので、この点もね、注意しておいていただければなと思います。まあ、それぐらいですかね。で、今回のね、タイムセール、始まりますけども、こちらね、JAL はですね、ライフステータスプログラムね、開始になりまして、このライフステータスポイントをね、貯めていただくと、上位ステータスとかね、JGC とかにね、なることができるわけなんですけども、今回のね、このタイムセールに関しても、1搭乗につきですね、ちゃんとね、マイル貯まりますので、5ポイントね、1回搭乗でね、5ポイント貯まるっていう風になりますんで、タイムセールでもね、これが貯まっていくっていうのはね、いいですよね。で、またね、前回も言ったと思うんですけども、こちらのね、2024年春頃に、ライフステータスポイント積算対象サービス拡大予定ということで、こちらね、まだ、どうなっていくかっていうのは、記載がね、されてないっていう風になりますんで、これね、どんな感じで溜まっていくのがね、かなり気になりますよね。まあ、春頃っていう風になりますんで、まあ、来月にはね、発表あるのではないかと踏んでいるんですけども、まだ現在では、まだね、どんな感じで溜まるっていうかは、分かっておりません。それではね、今回のタイムセールね、今までのタイムセールと比べてどういった感じなのかね、見ていきたいなと思うんですけども、まあ、こちらがね、運賃一覧になっておりまして、こちらもね、公式サイトから見ることできますので、まあ、気になる方はね、細かく見たいっていう方は、こちらね、平日と下の方行っていただくとね、休日、土日、祝日ね、見れるようになっておりますんで、ぜひね、チェックしてください。で、ちょっと私の方でね、まとめさせていただきました。それがね、こちらになりまして、今回のタイムセールの分がこちらですね、3月搭乗分ということで、で、今までのね、1月搭乗分と2月搭乗分のタイムセールのね、運賃比較で一応ね、入れさせていただきました。東京発と、札幌発、名古屋発、大阪発ということで、まあ、気になる方はスクリーンショットとかね、撮っていただいて、チェックしてください。で、今回のね、運賃に関してなんですけども、まあ、全体的にね、まあ、3月ということで、まあ、どんどん暖かくなる、プラス、春休みのね、シーズンも入ってくるっていう風になりますんで、運賃はね、今までに比べると基本的に高めに設定されているっていう風に
なります。で、前回よりね、安い路線っていうのはね、結構少ないかな、なんていうふうに思いますので、まあ、前回と同等、もしくは値段は上がっているっていう感じですかね。まあ、時期的にね、まあ、3月になりますし、3月の後半とかね、結構暖かくなってきますんでね、まあ、これは仕方ないのかなっていうのと、まあ、春休みもね、ございますので、まあ、東京、札幌とかもね、今までに比べると、平日、休日ともにね、前回、前々回のタイムセールとかね、7700円とかね、8800円とかね、休日でもあったわけなんですけども、こういったのもね、一応、こちら最低価格でね、表示させていただいておりますけども、最低でもね、まあ、こういった形にね、土日だったらこっちですし、平日だったらね、こっちの価格になりますので、まあ、そんなにね、今回のタイムセールに関しては、1、2月に比べてしまうと、やはりね、高くなっていくっていうところですかね。ちょっとね、びっくりするぐらい高くなってるのは、東京南紀白浜路線とかね、13,200円。これ平日ですからね、まあ、こんな設定もされている日だったりあったり、またね、東京、石垣宮古とかね、今までのね、タイムセール1月2月はね、やはり閑散期だ部分もあったので、かなり安く設定されてたわけなんですけども、まあ3月に入ってね、かなり高いですし、宮古島路線はね、週末の方はね、出てなかったりしますので、やはりね、かなり値段は上がっていくっていう感じですよね。まあ今年ね、もうコロナも明けて、今後ね、どういった感じで値段が上がっていくのかね、結構あれですよね。本当に、コロナ中とかはね、東京都とかいくらだったかな、めちゃくちゃ安かったってすごかったですよね。8800円だったかな。そのぐらいまで値段下がったりしましたので、まあそれを思うとね、そんなことはね、もうないと思うんですけども、2024年ね、どんな感じで値段が上がっていくのかね、ちょっと楽しみな部分でもありますよね。で、こちらはね、札幌、名古屋、大阪出発のね、運賃なんですけども、まあこちらに関してもですね、やはりね、先ほどと同様、値段的には、まあ全体的に上がっているっていう感じですかね。あ、大阪、青森とかね、こことかね、結構びっくりするぐらい値段上がってて、てかこの青森路線がね、どこも上がってた気がするんですよね。なんでなんだろう、なんかあるのかな、ちょっとわかんないですけども、ここもね、土日平日ともに1万1000円設定されてたりしますんでね、ここはちょっと高かったかなっていうところで、まあ全体的にはですね、1、2月のタイムセールよりかは値段は上がっているっていうふうになるんですよね。まあいずれにしてもですね、まあ3月でね、まあここら辺の価格で利用することができるっていうふうになりますし、まあ1登場ね、5ライフステータスポイントもね、稼げるっていうふうになりますんで、利用される予定のある方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。はい、ということで今回ですね、ちょっとね、簡単な動画になりましたけども、JAL のね、タイムセール、2月の6日0時きっかりね、開始になるっていう風になりますんで、参加される予定のある方はですね、月曜の夜23時30分ぐらいからかな、はい、ぜひね、こちら、仮想待機室ね、待機していただいて、利用ね、していただければなと思います。まあこのね、JAL のね、ライフステータスポイントですね、春になったらですね、まだね、特典等々もね、これから発表になってくるっていう風になりますんで、ここら辺ね、非常に楽しみですよね。はい、ということで今回の動画ね、ちょっと簡単な動画になりましたけども、こんな感じでね、終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、 LINE 公式アカウント、最近ね、 LINE 公式アカウントで無料でプライオリティパスのね、付帯クレジットカードのおすすめがわかる PP 診断、マイル診断、ポイントサイト診断で、新しいコンテンツとしてマイルクレカ診断総合版ね、利用することができるようになりましたので、こちらからね、ぜひね、無料で利用することできますんでね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。